皆さんこんにちは。もう一人のアキシ、ダークアキシに入ったワールドコレクター様だ。今日もアニレボをやっていくらしいぞ。ワールドコレクター様、冒頭の挨拶をされるとなれば、もはやこの世界を掌握したのと同じ。おめでとうございます。おべっかはよせ、タイタンカメラマン。ワールドコレクター様、ご報告があります。私たちは、黙れアナザープランジャーマン。お前たちの失態は私には筒抜けだぞ。さようでございますか。申し訳ございません。私たちはアキシが作ったタイタンドローマンを強奪し、ワールドコレクター様に献上しようと思ったのですが。アナザータイタンスピーカーマン、聞いていなかったのか。お前たちの失態はもう知っている。申し訳ございません。ワールドコレクター様、今私の両肩についているテレビたちにアキシのラボを偵察させております。タイタンドローマーを必ず手に入れるがゆえ。もうよいお前ら、その件はもういいのだ。私がタイタンドローマーを気に入る？お前たちは余計なことをしなくて、私はただ自分の手でコレクションを集め、自分の手で改造していきたいだけだ。余計なことをするなよ。申し訳ございません。ふん。まあタイタンドローマンもいいが、今はようやく異世界で見つけたこのタイタンドリルマンの改造を急ぎたいのでな。アナザータイタンカメラマン、よくやったぞ。お前の働きによって別の世界のタイタンドリルマンを捕獲することに成功した。タイタンドリルマンはなかなか個体数が少ないようでな、探すのに時間はかかってしまったが、この通り。確かに見つけるのを苦労しましたね。アキシたちはタイタンドリルマンをこの世界で自分たちで作ったようですが、アキシたちが作ったタイタンドリルマンは失敗作。アルファによって呪いをかけられていますし、利用価値はなさそうですからね。その通りだ。今からこの異世界から連れてきたタイタンドリルマンを私好みに改造する。お前たちは私が改造している間に邪魔が入らないように見張りをしておけ。承知いたしました、ワールドコレクター様。しかし少しこの辺りも冷えるな。そろそろこの体にも飽きてきた頃だ。私自らこの世界に足を運んでもいいかもな。おお、ついにワールドコレクター様の御身がこの世界にやってくるというのですね。まあそう遠くない未来にな。マジレスすると来週ぐらいにこの世界に来てやってもいいんだがな。このダークアキシとかいう体はもう用済みだ。まあそれはよい。タイタンドリルマンを改造し、アナザータイタンドリルマンへと昇華させるぞ。皆さんこんにちは、アキシと申します。さあ今日もアニレボやっていきます。おいアキシ、もう初めの挨拶は他のキャラクターがしたようだぞ。初めの挨拶いつも俺だろ。くそ、誰かに取られた。そんなことはどうでもいいのだ。まったく。おお、大丈夫か、タイタンドリルマン。よくお前一人で補給基地を守ってくれたな。なかなか大変だったよ。ゾンビ化したサイエンティスト、あいつめちゃめちゃしつこいから。いや、あの時は世話になったな。タイタンドリルマンがいてくれなかったら俺たちはみんなやばかったな。ゾンビに噛まれたらゾンビ化しちゃうかもしれないし。あ、そういえばお前大丈夫なのか。一応噛まれないように注意はしたけどね。ゾンビって映るの？映画とかだとゾンビとかに噛まれるとゾンビになってるからな、あまり近寄らない方がいいぞ、臭いし。そうだね。そろそろだと思うんだが。はい。アキシ、君に休憩している時間などない。さあ、タイタンクロックマンを作ってもらおうか。おい、そんなせかすなって今作ってるだろ。何を言っているの？あれがタイタンクロックマンだと？お前が作っているのはただのハリボテだ。いやいや、制作途中なんだから、しょうがないだろ。今は骨組みを作ってるんだよ。本当かな？そこにいるタイタンドローマンを作るのにパーツをすべて使い切ってしまったのではないか？ギクギク、そんなことないぞ。小生のせいで、すまぬ、クロックマンの王座。確かに私は長だが、リーダークロックマンと呼んでくれ、タイタンドローマンくん。なるほど、了解した。リーダークロックマン、アキシ、拙者からもお願いがあるでござる。タイタンクロックマンを作ったら、次はリーダードローマンを作ってくれ。我らが長をな。
やべえ、作らなきゃいけないキャラがたくさんいる。まずはタイタンクロックマンさんを完成させなければいけませんね。それならばいい案があるぞ、アキシ。君は知らないかもしれないが、サイエンティストクロックマンをこの世界に連れてきたらどうだ？サイエンティストクロックマン？なんかどっかで聞いたことあるような名前だな。アキシたちは記憶を消されているからな。リーダークロックマンよ、君たちの世界からサイエンティストクロックマンを連れてきてほしい。この世界でタイタンクロックマンを作る手伝いをしてほしいのだ。ああ、しかし彼は今私たちの世界でタイタンクロックマンをアップグレードするのに忙しいのだ。この世界に連れてくることはできない。しかしなぜキャプテンカメラマンは私たちの世界にいるサイエンティストクロックマンの存在を知っているんだ？ああ、それはそのどのアライアンスにもサイエンティストはいるだろう。きっといるんじゃないかと思ってな。おお、さすがキャプテンカメラマン、冴えてる。そうだアキシ、私にいい考えがあるぞ。え、お前もタイタンクロックマン作りを手伝ってくれるのか？違う、タイタンクロックマンも強力だが、アップグレードタイタンドリルマンもめちゃめちゃ強力だぞ。アップグレードするのを私も手伝ってやる。だから作れ。おいおい、無茶言うなよ。おい、話聞いてなかったのか？まあ、アップグレードタイタンドリルマンも作りたいとは思ってるが、今はクロックマンの制作を優先させてくれ。はあ、早くタイタンクロックマンを作れ、アキシ。クソ、ドリルマン、お前からも言われるとはな。タイタンクロックマンか。確かにあいつはいい個体だ。お前はワールドコレクター？おお、それがお前のタイタンドローンマンか。確かになかなかいいじゃないか。お主は誰でござるか？タイタンドローンマン、あいつはワールドコレクターっていうやつだ。あいつお気に入りのキャラクターを収集して自分好みに改造する恐ろしいやつだよ。なるほど、それで拙者はあやつらの配下に捕まりそうになっていたということでござるか。ああ、そういうことだ。気をつけてくれよ。安心しろ、今日はタイタンドローンマンを捕獲しに来たわけではない。今日は私の新作をお披露目しようと思ってな。さあ、お前の力を見せてやれ、グリムファイブ。アナザータイタンドリルマンよ。何こいつら、超弱そうなんだけど。うそだろ、漆黒のタイタンドリルマン。やんなっちゃうよ。ドリルだけじゃないってのに。普通のタイタンドリルマンよりブラックメタルで硬いしね。ん？あそこにいるのは平凡なタイタンドリルマンか。タイタンドリルマンが二人いるでござる。お主には兄弟がいたのか？わーい、弟がいたなんて嬉しいな。おい違うぞタイタンドリルマン、あいつは別世界から連れてこられたタイタンドリルマンだ。そうなの？しかもヤツ好みに改造されてるんだぞ。別世界のお前が改造されてる、気に入らないとは思わないか？確かにね、あんまり気持ちいいことじゃないな。正気に戻してあげるよ兄弟。あ、いやだから兄弟じゃないんだって。正気に戻すだと？お前正気か。私の魔法工具によって改造されたキャラクターはもう元には戻らん。グリムエコーズとして私の忠実なしもべへと生まれ変わるのだ。みんなもワールドコレクター様に改造されちゃえばいいのに。めっちゃ心地いいよ。くそー、ワールドコレクター厄介なやつだぜ。ってことはダークアキシももう元に戻らないってことか？ああ、それは違う。この世界で活動するためにこの体を借りているだけだ。だがしかしそろそろ飽きてきたからな。そろそろお前に返してやるよアキシ。いや別に俺の持ち物ではないんだが。だったら今返せ、ワールドコレクター。ダークアキシの体を解放しろ。まあそう焦るな、もう少し使ってやる。さあ前置きは終わりだ、そろそろ始めようじゃないか。アナザータイタンカメラマン、奴らを殲滅しろ。承知いたしました、ワールドコレクター様。では私があのタイタンドローンマンとかいうやつを蹴散らしますゆえ。じゃあ俺っちはこの世界のタイタンドリルマンをやっちゃおうかな。勝つのは俺だけど。ああ、お前の力を試せ。それが今回の戦いの目的だからな。そういうことなら私はうってつけだと思いますよ。大胆のビリー、今日も大胆に剣ざー。見てください、この素晴らしい腹筋を。アナザータイタンドリルマンさんって言うんですか。とっても強そうですね。見てください、私の筋肉は。よし、やれ。ちょっと失礼ですね、僕はまだ喋ってるんですよ。人の話は最後まで聞いてください。
いやー、タイタンドリルマンさんが二人いるなんて、ワールドコレクターはやっぱり変なやつですね、本当に。さあ、このアナザータイタンドリルマンとかいうやつ、僕の仲間をどんどんと踏みつけていきますいて。いやー、負けませんよー。ああ、なんだこいつ、全然準備運動にもなんないよ。ああ、時間を無駄にしちゃった。もしかして普通のタイタンドリルマンさんよりも強いのでは。ガク、当然だろ。さあ、邪魔者は消えたよ。存分にやろうじゃないか。おい、タイタンドリルマン。手出し無用だよ。きっと僕勝てると思うから。そうか。うっそ、始めちまった。タイタンドリルマン VS アナザータイタンドリルマンのタイタンドリルマンバトルが始まっちまった。もうドリルで殴り合っている。アナザータイタンドリルマンはなんか両腕にカッターみたいなのついてるからな、これで攻撃することもできる。おー、落ちそうだ、落ちそうだ、落ちそうで落ちない、落ちそうで落ちない。おー、タイタンドリルマン落ちてったぞ。あいつもう、お前も落ちるんかい。落ちない、落ちそうで落ちない。あー、落ちてった。なんだあいつら。さあ、向こうではタイタンドローンマンとこのアナザータイタンカメラマンが戦っているぞ。さあ、タイタンドローンマン、いや、できたばっかりなのに早速いろいろなタイタンと戦わせてすまないな。お、剣がぶっ刺さってるぞ。おー、でも勝った、うまくかわしたみてえだな。さすがタイタンドローンマン。おお、空中で回し蹴り、すげえぞタイタンドローンマン。あー、すっ転んじゃってるけど。貴様ら何を遊んでいる。申し訳ございません、ワールドコレクター様。なかなかタイタンドローンマンのやつ強かったです。ワールドコレクター様、俺っちは勝負には負けてないよ。ちょっと遊びで落ちただけ。どうだかな。まあ今回はお前の力を示せたはずだ。お前たちの戦いを見て俺もこの世界に来て暴れたくなってみたよ。次はもっと面白いものを見せてやる。それまでにせいぜい自分たちが作ったものを大事にしておくんだな。俺にすべて没収されないよ。くそー、ダークアキシの体帰ってきそうな流れだったのにな。次はワールドコレクターの本体が攻めてくるのかもしれません。それまでにタイタンクロックマンさんを完成させておかなければなりませんね。さあ、タイタンクロックマンの制作に戻るんだ、アキシ。ああ、わかったよ。ごまかさないでちゃんと作るしかないか。アキシ、お前やっぱりあれハリモテだったんじゃないか。はい、というわけでですね、今回はですね、はい、別の世界からタイタンドリルマンをワールドコレクターが連れてきて改造、アナザータイタンドリルマンが誕生してしまいましたというお話でした。いやー、タイタンドリルマンまで改造されちまって。今日の動画面白いと感じてくださったら高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。いやー、厄介なやつが作られちまったもんだ。でも結構かっこいいね、黒と金って。さあ、今日も最後にじゃんけん T-Rex やっていきましょう。いきますよ、最初はレックス。じゃんけん、何が出てくる。出てきたのはチョキだ。ブルーシザーズ VS アナザータイタンドリルマンということで、ああ、胸のドリルに、うわー、顔がやられてたぞ。さあ皆さん、それではまたねー。いやー、こいつかっこいいな。